おはよう。バリ眠いねんけど。うち鬼やねんけど、今日も出勤やねんか。聞いたことある?鬼の GRWM。ないよね。鬼界で SNS してるの。うちだけ。ごめんね。うちらの島、鬼ヶ島に、桃太郎っていう、なんかよくわかんない部外者が、なんか入ってきたっぽくって、なんか急遽呼ばれたの。なんか至急来てみたいな。誰?みたいな感じ。早急にメイクしていくわ。怖くないとダメじゃん。ちょっとこれでなんか、グゲーって威圧感出します。下地から塗るんだけど、下地は取り間なんでもいいよ。しっかり鬼感出せよ、みたいな。全然なんか、うちらだって別に人間なの、普通に。普段、肌色なの。なんか赤くしろよ、とか、なんか青くしろよ、みたいな。言われて、どっちがいいみたいな。赤か青かどっちがいいって言われて。興味赤じゃないと思って。赤にしたんだけど、私パーソナルカラー、ブルベだったっぽくって。青にすればよかったーって思ってんだよ。やっぱさ、なんか、ちょっと、鬼ヶ島さ、ジメジメすんねんか、洞窟の中やから。ビーム、崩れたくないやん。鼻周りとか。テカりたくないやん。しかもなんか、桃太郎イケメンだったらどうするみたいな。ワンちゃん桃太郎とのマッチング狙ってるみたいな。あ、桃?怒られるよね。ごめんね。ファンで塗ってくんやけど、さすがにロフトとかになんか鬼用のファンで売ってないの。そりゃそう。だからなんかちょっと作りますファンデーション。だるいよね。このね、シーグラムのファンデーションをワンプッシュ。こんな感じ。そこに赤の色をね、こうやって入れんねんか。で、これをこうやって混ぜんの。この混ぜる作業が一番だるくない?ねえ、手めっちゃ汚れるし、いい加減にしんよ、ほんまに。ねえ、もう慣れたけどね。さすがにこの道さ、100年ぐらいやってたら慣れるよね。今年136歳なの。あんまり劣化しないのね。それはいいのいいの。それは全然、なんか嬉しい。むしろ、鬼に生まれて感謝感謝って感じなんだけど。それ以外、これもクッションファンデのパフで伸ばしてきまーす。なんでこんな可愛いギャルのうちが、なんか、鬼やってるかみたいな。気になんない?聞いて驚き見て笑いなんだけど。お父さんが鬼なの?鬼ヶ島のオサが、うちのパパやねん。だからやらないといけなくて、こんなこと。ちょっと別にね、好きで、人のこと脅してるわけじゃないよ。ほら!金よこしな!好きで言ってるわけじゃないんだけど、パパがなんか、ちゃんと鬼はやれって言われて。もうお茶の子さんさんすぎるよね。赤ってね、超ハイカバーなの。だから、でもその辺はなんか毎日メイクに比べたらなんかコンシーラーとかいらないから、めっちゃ楽、ラブ、みたいな感じなんだけど、首塗るのめんどくさ。今日なんかもういいかな?でも怒られそう。朝礼で。しっかり首塗れよって。ワンチャンこれぐらい塗ってればいけそうじゃない?いつもここまで塗んの?だるいよね。今日ここまででいい?ごめんね。まあ、なんか、急に呼ばれたし、なんか、桃太郎来たんで、みたいな。キジと猿と犬いるんで、みたいな。早く来てもらっていいですかって言われて。こっちだって、すっぴんは嫌やで、って。パパにご了承して、今メイクさせてもらってます。これだけ塗れたらもう、ベビーパウダー。正味赤だから、なんか、ムラとか気になんないの。だからもう、ベビーパウダーで塗っちゃう。で、この時のポイントは、なんか、パフはあんまピンク化したくないから、なんか、もう本当になんか、積もったぐらい。粉積もってますよぐらいで、こうやって叩くと、パフに直接あんま触れないから、おすすめ。待って、この美女最悪じゃない?爪もろくにさ、ネイルさせてくれないの?てか、ネイルしてもいいんだけど、なんか、岩場だからさ、岩場作業なの?ありえなくない?なんか、ネイルもろくにできなくて。これが超可愛いさ、なんか、スカルプ、渋谷でやってもらったの。出勤して2分で折れたよね。金返して!本当に。5万ぐらいかかったんですけど。きびだんごネイルにしてもらったの?秒で落ちたよ。オッケーイ。眉毛描いてくんだけど、眉毛引くほど上げるのね。あなた人間の心ありますかぐらい。まあ鬼なんで人間の心とかないんですけど。太くて短め。これ絶対らしくて。こんぐらいね。赤で眉毛の形整えます。もうこの眉毛がね、一番だるい、正味。太くて短いって何みたいな。でもいい感じじゃない?な、キモくない?話と違うんだけど。もっと可愛くなると思うんだけど、普通は。ラメランド黒いやつで、軽くね、埋めますね。マジでさ、きびだんごさ、賞味まじうまくない?ちょこちょこなんか人間がさ、持ってきてくれんねんか。なんか鬼できびだんご好きなの珍しいらしくて。なんかみんななんか、きびだんご来るとハマったきびだんごかよみたいな顔するから。じゃあうち全部もらっていいってもらうんだけど。バリうまいねんか。待って!眉毛バリ美しくない?グレーのアイラインで上からなぞって、ちょっとキリッとさせていきます。これマジ大事で。ほら、すごい綺麗じゃない?眉毛短すぎると漏れないじゃん。だからここだけはちょっと、ごめんねパパ、これだけはちょっと許してって。眉毛だけはちょっと長めにさせてもらってます。うん、いい感じ。マジ漏れんねん。よいしょ。もうそろそろね、セッティングできて。ほら、なってめっちゃ綺麗じゃない?誰が男を見よ!やめて。
やっぱさ、なんか、なんか鬼の従業員さ、なんかバリかっこいい人多いね、なんか、がっちりむっちりしてて、マジで惚れそう、なんか、全然仕事集中できない。言っちゃうもん。働けよ。しか言えなくて、マジかっこいいみんな。マジ、このベースメイクみんなやってみて。バリ綺麗だから。お鼻は、このグレーのね、こういう感じのカラー取って、まあ、トリマー。鼻先のあたりからこうやってね、思いっきりやっちゃうんですけど。鼻はなるべく細くしていきたいの。なんか鬼業界でヒメプされたくて。全然こんな感じ。マジ綺麗じゃない正味。マジ良くない？超綺麗じゃない？今、スキピーって、なんか岩場で作業してる鬼なんだけど、マジかっこいいの。お岩ちゃんって呼んでて。お岩ちゃんバリかっこよくてさ、なんかうちがさ、なんか重いものさ、なんか持てないフリ、持てないフリするの。うち、パパの2番目だから、めっちゃ力強いねんけど、でも、モテないふりしたんやん。かわいいって言われたんやん。モテないふりとかして、モテないお岩ちゃんとか言ってると、俺持つよとか言ってくれて、もうお岩ちゃん好き。しかもお岩ちゃんね、きび団子苦手なのに、いつも買ってきてくれんの。マジ揚げじゃない？遠目のさ、海渡ったところのさ、ところ行って買ってきてくれんねんか。何年前なんだろう。15、6年前かな。お岩ちゃんとね、川にデート行ったの。桃流れてきて。川に桃流れてるとかあるみたいな。絶対ないよねみたいな感じで。15、6年前なんだけど、川で桃見たの。やばくない？で、ちょっと先にさ、黒目のシャドウでさ、この辺ちょっと彫り深くしとくね。もういいよね。そしたらそのままアイメイク映るね。同じパレット。もうこれ万能すぎる。鬼の子みんな買ってほしい。推しの子みたいな。鬼の子みんな買ってほしい。ここね、ここにさ、こうやって入れんねんか。マジさ、うち出会った時さ、もうこれ以外使えんねんけどと思って。もうね、50年ぐらいロムアンド。で、ちょっとさっきの黒いところに太めに黒いの引くさね。ここ二重の線ですよ、みたいな感じしてあげるの。ね、可愛いんだけど。いや、普通に可愛いんだけど。ちょっと待って。お父さんから着信来たんだけど。もしもし。ちょっと待って。メイク中。ね、やめて。別にさ、いいじゃん。ね、無理？ね、無理？あと10分は無理？まだアイシャドウ？ちょ、知らない？桃太郎たちさ、待って、門前払いできんの？ちょ、無理？ちょっと、一回桃太郎待ってもらってて。鬼ヶ島のさ、門の前で。なんで？じゃ、無理だしね、普通に。急に呼び出されたところで。もうちょっと待ってて、もうねえ、もういい？無理？無理？うざぁ。もういいって。パパさ、急すぎる、いつも。干したら、ハットクリースしまーす。すごい漏れるの。ほら見て。際に黒を入れる。で、この時にね、ちょっとなんか垂れ目みたいな。うち垂れ目ですよ、みたいな感じしてあげると、バリ可愛いやん。いつもこうちょっとね、垂れ目意識してんねん。桃太郎イケメンでありますように。絶対桃太郎イケメン、なんかもう名前からしてイケメンじゃな。かわいい！で、アイラインこれね。なんか、市販のね、なんか、アイのでもいいんだけど、なんか、薬局に売ってるやつでも、普通にすぐなくなるの。だから、こういうインクタイプの方が、長持ちしてええの。でも、こういう感じでね、がっつり引いてあげるの。ちょっと、下まつげ描いて、ギャル感出します。かわいくない？待って！エッグオーブしようかな。つけまののりは、ディーンアップ使います。なんかディーンアップのピンセットも買ってみたの。で、ここにつけると。待って、このピンセットバリつけやすい。ほら、すごい綺麗。みんなも使ってみてほしい。でも、桃太郎とさ、地爪で会うのめっちゃなんだけど。シンプルさ、地爪さ、見られるとなんか裸見られてる気分やんか。シェーディングもね、しっかり塗ります。めっちゃいい感じじゃないね。ここ塗るとさ、なんかちょっと男っぽくなんね。男おかま、嘘嘘。全然女。そしたら最後、リップなんやけど。またね、パパのこだわりがすごくて。リップも黒なんです。最悪じゃない？だからまず、キャンメイクのクリーミータッチライナーで、ちょっと唇の形をね、整えます。ぽってりしてる方がギャルっぽいから、下はぽってりさせます。えんちゃんえんちゃん。そしたら、これ、塗ります。ねえ、何？ちょっともうほんとうるさい。ねえ、何？でも分かった、出る！もうちょっと本当にうざい。ただいまーす。遅い。遅い。お願いします。遅いよ。遅い。なんで遅れてんだよ。首も全然塗ってないし。これは。ちゃんと塗れよ、お前は。急いで来たの？ここまで塗る時間なくないっしょ。じゃあ、集合時間15分前だから。間に合ってないからね。爪いじらないよ。何？
で、てか角は角つけてるし、赤鬼は2本無理、2本は漏れないから無理、1本しか無理、絶対に、はあ、ちゃんとつけてお願いだから、無理、息子がそれだと無理、はあ、じゃあもう桃太郎来てるからもう行っていいよ、はい、早めに行っても結構攻めてきてるから、その代わり元気な誰よ本当に。